それがもう現実だからしょうがない。あーでもそういう感じになんかなっちゃったりするかもしれないじゃないですか。なんかそういう雰囲気に熱くなってきた。始まりました、村上佳菜子のおかなチャンネル。このチャンネルではフィギュアスケートのことはもちろんなんですけど、まあ、28歳女子として、まあ、恋の相談だったりとか恋の話だったりとかファッションとか美容についても話していきたいと思いますし、まあ、バラエティ的なちょっと攻めた企画も頑張っていきたいと思いますので皆さん楽しんでください。さあまず記念すべき1回目の今日は皆さんの恋のお悩みについて私がちょっとズバズバと答えていきたいと思います。早速やってみましょう。さあ早速見ていきますか。結構たくさん、ね、皆さん送ってくれましたけど、まず一つ目、彼女いる人を好きになってしまった。彼は遠距離恋愛中、私も彼も留学中で留学先で出会いました。彼女いるのは好きになってからしばらくして知りました。諦めるべきだと思いますかです。いやー、だから留学したところでその彼と出会って、で好きになってこうお出かけとか多分してたんでしょうね。しててしばらくしてから彼が彼女がいて留学遠距離恋愛をしてたっていうことですね。難しい。どうかな。でも私は多分彼女がいるってなった瞬間にちょっと気持ちは冷めるじゃないけど、え、そうだったんだみたいな感じになると思います。でも私も結構高校生の時ずっと同じ人が好きで、でもタイミング悪かったんですよね。なんか私もちょうど高校生の時に初めて彼氏ができたんですけど、実はその人じゃなくて、その彼に彼女がいた時には私がいなくて、その彼がその彼女と別れた時には私が彼氏がいてみたいな。で、まあでもそれはそれお互いに気になってたみたいな言い方してますけど、私だけがその彼氏なのですごいタイミング悪かったけど、やっぱり彼女がいる時はもう自分の中で憧れの人みたいなのに切り替えて見てたかな。すっごい性格悪いけど、多分まだ高校生だし、その彼女とはいつか別れるんじゃないかな、その時まで待ってよみたいなテンションで心にしまってたので、まあでもいるんですよ別に。彼女いてもいや取っちゃいなよみたいな人いるんですけど、私はそこまで自分に自信がなかったから、まあ、心にしまってたので、諦めなくてもいいと思います。諦めなくてもいいけど、私は彼女がいる間はぐいぐい攻めない方がいいんじゃないかなと思います。揉め事には関わりたくないっていう感じです。相手遠距離じゃ、そうなんですよね、遠距離。でも私だったら、でもやっぱりちょっと一歩距離を置くかな。でも意識はしてほしいみたいな行動をとる。常に横にはいたい。だからといってすごい好きアピールっていうのはいない人に比べるとしないかな。いない人に比べるとしないけど、でもなんかちょっと、あ、僕に気があるのかなみたいなのは多分出ちゃうと思います。でも必ずいつも隣にいる友達だよねみたいな、肩は組めちゃうよねぐらいの距離にはいたい。手をつないでみたりとか、ボディータッチを変にその意識させるようにするってことはしないかな。気がある感じだったらどうします？気がある感じだったらどうしよう。熱くなってきた。相手が気がある感じだったら、あ、でもそういう感じになんかなっちゃったりするかもしれないじゃないですか。なんかそういう雰囲気に。そしたらでも彼女いるもんね。で逆にこうツンって突き放してみる。いるからダメだよみたいな、友達でいなきゃ。じゃあこっちからはもう言わない。言わない、絶対言わない。あるとしたら向こうからを待つ。そう、
私は向こうから来られましたよみたいな感じになる。あんまりそういう状況になったことないから難しいけど、でも諦めなくてもいいと思う、うん、うん、やっぱり上手にやってって向こうがこっちに向いてくれたら、もうそれはもうそれがもう現実だからしょうがない。私は悪くない、アピールはしてない。ちょっとだけアピール、ちょっとだけアピール、そう、それぐらいだったらまあ許してもらってもいいのかなって思います。次は女性に告白する時のタイミングがいつも分からなくて迷う。あ、だから男性からですね、男性から女性に告白する時タイミングがいつも分からなくなってしまう。だからそこの出会い方にもよりますよね。初めましてで3回目で告白されても全然あなたのこと知らないんですけどってなるんで今みたいな、もうちょっと教えてってなると思うんですよね。いや、やっぱり私いきなり2人でご飯まず行けないんで緊張しちゃって、だから最初の2回ぐらいは少人数の仲間たちで一緒に行きたい、4人か5人とかで、その人も含めて、でみんなといる時の彼も見て、でその後2回か3回ぐらい2人でご飯とかお出かけとかして、そっから告白されたいんで5回は必要ですね。5回ぐらいになってくると多分お出かけまで行けちゃうじゃないですか、そのご飯じゃなくて例えばデートみたいな感じで、でそういう時の彼を見てどんな感じなのか、例えば食べる時2人だと箸の持ち方とかくちゃくちゃ食べるとか見えてくるじゃないですか。店員さんにこういう態度なんだなとか、そこ結構大事じゃないですか。そういうところも見てってからの告白されたい、うん、やっぱそこ見ずに告白されてもいやちょっと早いかなってやっぱ思っちゃうんで、それぐらいは私は必要かな。気はあるんですか？気はあります。もうちょっとあなたのこと知りたい時期とあなたと一緒になりたいって思う時期はやっぱり違うんですよ。だからそのデートの時はまだもうちょっとあなたのこと知りたいの時、そんなこと言ったらより分かんなくなっちゃいますねこの方。より悩ませちゃうじゃん。ちなみに引っ張られすぎると、うん、うん、長いと私は冷めちゃいますね。あ、もうめんどくさってなってきちゃって、そのドキドキ毎回するのもめんどくさいし、まだまだってなってきちゃうから、そのやっぱり微妙な変化はちょっと神経を鋭くさせて見といたらいいと思います。母ちゃんの気があるサイン絶対これ、すごい見つめて喋って、あとはちょっとなんかこう当たる体が触れる距離感にいたい。喋っててなんかちょっとドキドキしてきた。なんかちょっと手つないでほしいなみたいな触れ方、なんかでもたまたま当たっちゃいましたよみたいな感じでやっちゃうかも。こんなに私がウキウキして汗かきながら喋ってんのに興味ゼロです。愛情と依存の違いがわからない。深い。もはや恋愛するのが怖いけど孤独も嫌だ。依存、愛情と依存、難しい。専門家じゃないそれも聞くの。私が思うに愛情はその例えば相手のためにしてあげたいと思う、相手が良くなるようにしてあげたいっていうことだと思うし、依存はこうしてくれないと何々ができない、彼がいなきゃできない、自分ベースになってしまうことが依存で、愛情は相手のことを考えることなのかなと思います。どうですか、すごいいい、いいですよね私。すごい恋愛専門家になってみようかな。でもガチで本当に中学生の時とか一回も彼氏できたことないのに恋愛相談とかよく受けてたんですよ。へー、そう、少女漫画とか映画とかめっちゃ見まくってたから、そういうので知識がすごい入ってきて、多分いい意見を言ってあげられるんだと思います。あと第三者だから言えることとかあるじゃないですか。それがちゃんと多分言えてたからすごい恋愛相談されてたんですけど、私結構いいかもしれない、これをちょっと私続けてみようかな。いいかもしれない、なんか新しい才能開花したかもしれない。
今彼氏がいますが元彼がずっと忘れられず。フィギュア関係の方ですか、それとも一般の方ですか。連れてきた。